片桐れためは、平安時代末期の武将。正式には片目氏、片桐れためや片桐源玄次委長の嫡男。片桐七郎遺縁の孫。片桐小八郎大部慶重の養子。過疎の片桐りた元の彦。片桐正元田目森の祖父。品の国稲群編切れ号児党。片桐氏の総領。金な太郎。弟に、長清。 ための部などがいる。なお、東鏡に、ためやすと記されるが、尊卑文脈には、ためやす氏長野県立歴史肝臓の片桐氏系図にも、ため、やす氏とある。片桐氏の子孫に、やす氏の通字を用いる者がいることから、案は誤きである。平時の乱で、岐阜慶重が元良し朝方に組みして敗れたことから、品の変切れの地は、因果平家領となり二十年数年にわたって、 所領を失っていたが、受影三年、源頼朝によって、鎌倉に召し出され艦隊を受け、給料が返還された。片切れの太郎ためやす、信濃の国よりこれを召し出さる。ことに連敏せしめたまう。これ父小八郎大部は、平時逆乱の時、小佐天宮のお供たるの間、片切れ卿は、兵士のため就航せられ、すでに二十四年でおそらうす。 なおって京日もとのごとく了承すべきのよしをせらると、小にためむら、朝やすし、朝けえ、やすなががおり、小太郎ためむらが、片桐りしの総領となった。連民、情けをかける、心を込めるのいよしとものこと、ありがとうございます。